白名城、城東地域をめぐった2023年の北海道遠征から10ヶ月、通算で35回目となる2024年夏の北海道遠征の時がやってきました。今回の旅のテーマは、惜別&リベンジであり、2023年とも違って、いつもよりも時期を早めてみました。さて、どんな感動が待ち受けているでしょうか？では、スタートするよ。出発時点の総走行距離は33,079キロだったよ。出発時はなんとか雨に降られずに済んだよ。エンジンを起動させるよ。ポチッとな。これから新潟港フェリーターミナルまでナイトドライブに出発です。近くにある東海北陸自動車道の一宮西インターチェンジから高速に乗り、上信越自動車道の信州中野インターまで北上していくよ。一宮ジャンクション付近は交通容量の小ささから渋滞の名所と化していますが、さてどうかな？
今日は走りにくいものがあります。
お腹も満たされ、さらに北上を続け、長野道に入っています。善光寺平の夜景はともかく、あいにくの空模様で、月は拝めることができませんでした。やはり、ここで夜景を楽しむには、余計な照明が入らない、上り線側の方が良さそうですね。利用するため、小布施パーキングエリアにおいて30分程度時間調整を行っていますが、はっきり言って無駄が多いですね。
国の木道路などの名前で立体化工事が行われており、橋脚が立ち上がってきています。から北のぬったり道路区間は2022年に事業化されたばかりで、工事は着手されていません。少々仮眠を取りましょうか。